ご紹介ありがとうございます。私、文部科学省環境エネルギー課のですね、環境科学技術推進課の服部と申します。本日はですね、気候科学から出てくる気候データがですね、作る持続可能な未来についてと題しまして、この気候科学から出てくる気候データをどんなふうにですね、社会に適用をしていって、それで皆様のビジネスにつながっていくのかといったことをですね、私が今考えていること等もですね、ご紹介しながらお話を差し上げていきたいというふうに思います。次のページお願いいたします。まず最初にですね、この気候科学の分野で今年非常にハッピーなニュースがありました。この2名の5名のですね、先生がですね、この気候科学、まさにその気候データを作る、礎を築かれた研究成果が認められて、科学的に認められて、ノーベル物理学賞を受賞するというふうなニュースが舞い込んでまいりました。まさにこういった科学的な価値が認められたところでございますけれども、これをいかに社会に適応していくのか、そういう時代に入ってきたのかなというふうに感じたところでございます。次のページをお願いいたします。で、私どもですね、文部科学省がこの気候変動予測において、どのような役割を果たしているのか、いったことについてご説明を差し上げていきたいというふうに思います。このスライド示しておりますが、全体像でございますけれども、一番赤で囲ってあるところでございますが、この気候変動研究という先ほどの5両目の博士のですね、研究成果を発展させたようなものの研究でですね、この将来の気候がどうなるのかというふうな科学的な知見を、このさまざまな社会のステークホルダーに提供していく。で、環境省におかれましては、先ほどご紹介がありました通りですね、影響評価だとか、そういったところの知見に活用していただく。で、先ほどご紹介があったこの IPCC、国際的な気候変動のですね、レポートをまとめるといったところに貢献をしていく。それで、こういったデータを活用してですね、その緩和だとか適用への対応について考えていただくというふうな、いわゆるエビデンスを提供するのが、私ども文部科学省の役割であるというふうに思っております。次のページお願いいたします。で、この文部科学省が具体的に、じゃあ、どのようなことをやっているのかといったことを、もう少し詳しくご説明を進めていきます。で、右側の図にありますけれども、広域、高精度なリアルタイムでの衛星だとか、海洋だとか、陸上でのセンサー等を活用した観測に基づいたデータを収集するとともに、また左側にあります通り、気候変動研究の支援を通じまして、さまざまなデータを創出してまいります。で、そのビッグデータをですね、地球環境のビッグデータをその計算資源と合わせるような形で解析をして、それで、上から、一番上からにありますけれども、洪水の予防だとか、気候変動の影響評価だとか、農業に対してどういう影響があるのかとか、また、その浸水予測をしたりだとか、そういうふうな社会での活用につなげていくというふうな形になっておりまして、私どもですね、こういった観測、予測データ研究をして作っていく。で、それをデータとして提供して、計算資源、共同研究をするような環境を作っていくというふうな仕事をしているところでございます。で、本日はですね、特にこの、緑の枠で囲っております地球環境データ統合解析プラットフォームディアス、ビッグデータ、地球環境のビッグデータと計算資源を組み合わせたようなプラットフォームでですね、やってる活動について詳しくご紹介を差し上げていきたいというふうに思います。次のページをお願いします。で、このディアスと呼ばれるものなんでございますけれども、このディアス、地球環境ビッグデータのデータベースと、それとも計算資源があるそのプラットフォームでございますが、直近多くの皆様に活用いただいております。左側がですね、このユーザー数の増加でございますけれども、令和2年度で約8000名、最近のデータではもう1万人に近づくというふうなですね、勢いでですね、この利活用が進められているところでございます。近年の気候変動への注目度の高まりといったことが、このディアスのご利用者の拡大といったところでも見て取れるかなというふうに思っているところでございます。次のページをお願いいたします。で、このディアスにストレージしているデータでございますけれども、ここに示されております通り、ひまわり8号といったようなですね、気象のデータでございますだとか、アメダスだとかの気象のデータでございますだとか、あと、その県庁データとか、降雨量のデータ、また河川の実際の状況がどうであるのかといったような画像データですね、そういったもののリアルタイムのデータを、このようなアーカイブをして、このデータとして配信をしているところでございます。次のページをお願いいたします。
また、そのデータセットですね、そのリアルタイムデータを蓄積したデータのみならず、そのさまざまな研究だとかで、出てまいりましたデータについてもデータセットとして公開しています。まあ、特にですね、注目されてよくご利用いただいておりますのがですね、真ん中の上の部分にございます、地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース、D4PDF と呼ばれるものと、その下にございます55年長期再解析 JRA55 といったようなデータセットをですね、非常にご利用をいただいているところでございます。特にですね、今日ご案内を、今日のまさにテーマでございます、TCFD の物理的リスクのですね、算出といったことになりますと、この D4PDF、いわゆる将来の予測データ、どうなるのかといったことをご活用いただくといったような可能性っていうのが、その言えるのではないのかなというふうに思っておりますが、まあ、そういった特に中心のですね、この D4PDF のご紹介を差し上げていきたいというふうに思います。次のページお願いいたします。この D4PDF、D2PDF と呼ばれるものでございますけれども、このデータセットはですね、この文部科学省の研究開発プロジェクトで、世界初のですね、大規模アンサンブル気候予測データセットを開発したものでございます。この大規模アンサンブル気候予測データセットというものはどういうものなのかと言いますと、この全球平均の気温がですね、産業革命以降で2度上昇、また4度上昇した時の気候状態を示して、そのデータとして個別地域での平均気温だとか、降水量とか、積雪のデータを見ることができるものでございます。でこういったデータというものはですね、その TCFD における気候変動による物理的リスクの評価などに貢献することが期待できるというふうに私ども考えております。次のページお願いいたします。でもう少し詳しくご説明をしたいというふうに思います。このアンサンブルという意味はですね、多数 の, そのデータというを集合したものという意味でございますが、多数の確率的なその計算機をですね、計算機でシミュレーションをいたします。そういったことでですね、確率論的にですね、極端的な現象の将来的な変化をですね、捉えることができるというものでございます。先ほどご説明申し上げました通り、日本だとか全世界で個別地域におけるですね、2度上昇、4度上昇における平均気温、降水量、積雪、10年に1度、100年に1度の降水量、気温、積雪量、台風の強度、進路などの情報提供ができるものでございます。ですので、個別地域において、どのような洪水だとか、渇水だとか、そういったことが生じるのかといったところのバックデータになり得るものかなというふうに思っておりまして、現状のデータは日本域であれば20キロメッシュで、全球レベルであれば60キロメッシュでですね、すべてのデータセットが揃っているところでございます。で次のページ、お願いいたします。で一部はですね、この20キロモデルのみならずですね、その一部のデータにつきま、一部の地域につきましては、この5キロでのですね、そのメッシュを区切るようなデータっていうのも、お使いいただけるような状況になっております。じゃあ、この予測データっていったものがですね、一体どれぐらいに信頼に足りうるものなのかといったことをですね、ちょっと一例でご説明していきたいというふうに思います。この5キロモデルのですね、データをですね、その気象の予測のモデルをですね、過去のいわゆる実験を行いまして、その過去の行った実験のデータが、コンピューター上でシミュレーションしたデータが、実際のその観測値とどれぐらい近い値になっているのかといったことで見ていきたいというふうに思います。例えば、十勝川流域のデータでご説明をしたいというふうに思いますけれども、緑色のやつが、この、まさに、この予測データのデータでございます。で、赤の、その棒グラフがですね、観測値でございます。よくご覧いただきますと、横軸がですね、降雨の強度で、1時間あたりどれぐらい雨が降るのかといったことを横軸で示しておりまして、それの頻度がどれぐらいだったのかといったことが縦軸で示されておりますけれども、この緑色と赤色のデータ、よくご覧いただきますと、非常によくですね、一致していることをご覧いただけるかというふうに思います。他の石狩川であったとしても、所川であったとしても、筑後川であったとしても、非常にですね、この5キロモデルと観測値については、非常にですね、高い再現性が示されているところでございます。次のページをお願いいたします。でまたですね、もう一つデータを持ってきてまいりましたが、こう、年最大のですね、この平均、流域でのですね、平均雨量の相対度数分布図と、累積での相対度数分布図について示したものでございます。
上からはですね、再現性が高い例でございますけれども、例えば、まあ、石狩川でご覧いただき、北海道の石狩川でご覧いただきたいというふうに思いますが、左側の相対度数分布というふうなところのデータで見ますと、この各雨量でどれぐらいの、その頻度で起きたのかという縦軸が、まあ、相対度数でございますけど、見ていただきますと、赤が観測値、黒がですね、その、このアンサンブル計算で計算したデータの中間値になっておりますけれども、よく見ると非常にですね、この一致していることがわかるかと思います。またその累積のところで見ても同様でございます。一方ですね、下のことをご覧ください。例えば近畿地方の吉野川で見ていただきたいと思いますが、まあ、若干ですね、そういったところで、このまだまだずれているところもありますので、まだまだ技術開発の要素残っているところでございますけれども、おおむね高い再現性が示されているといったことを見て取れるかというふうに思っております。次のページお願いいたします。まあ、このようにですね、技術的に非常に向上してきたこの予測データでございますけれども、いよいよですね、社会での活用が始まっています。この示しておりますのはですね、この実際に国交省のですね、この気候変動を踏まえた治水計画のあり方の提言といったところで示されたものでございますけれども、例えばこの北海道であればですね、2度上昇すれば、北海道の北部、南部では 1.15 倍の降雨量になってきますよ。4度上昇では 1.4 倍、短時間では 1.5 倍に、短時間のいわゆるそういう豪雨ですと 1.5 倍に増えますよというふうなデータを実際に活用して政策に反映していくと。まあ、今まではですね、過去のデータに基づいてこういうふうな治水計画といったものの立案がなされてきたわけでございますが、それをいよいよ予測データを用いてですね、こういった政策の立案に生かしていくといった取り組みが始まりつつあります。次のページをお願いいたします。あと、これはまだ研究レベルでございますけれども、こういった D4PDF とですね、あと影響評価としてのその農業をですね、トウモロコシや小麦だとか大豆だとかの収量といったものがどんな風になるでしょうかというふうなですね、予測ですね、そういったものをですね、比較をしてですね、こういったデータを作るといったような動きも研究レベルではございますが、始まってきているということでございます。次のページお願いします。でもこういった洪水対策でですね、非常に高い再現性が見て取れるというふうなその実例もございます。これもまだ研究レベルでございますが、NHK スペシャル等でご紹介もいただきました。次のページをお願いいたします。また防災エネルギーでこういった水災害の被害の経験だとか、水力発電の管理効率化のためのですね、データとして使うというふうな共同研究が行われた。都市防災でですね、予測をして、ここら辺が浸水するんじゃないか、予測システムといったものも研究レベルでは作られつつあるところでございます。次のページをお願いいたします。で、また、その国外では、海外でもですね、非常に活躍がしておりまして、こういうふうな洪水の予測、干ばつの警報、感染症、マラリア等の予報といったことにも使われるような状況に至っているところでございます。17ページ目、次のページをお願いいたします。まあ、このディアスでございますけれども、一般用にですね、データ公開しておりますので、ご登録いただければ使えるわけでございます。で、また、この解析用アカウントというのもございまして、現状はですね、文部科学省の、まあ、共同研究のような形でですか、公開をしていないところでございますが、今後一般ユーザーでも拡大をしていく予定も考えておりますので、まあ、共同研究のインフラとしてもですね、順次整備をしていきたいと。今まではアカデミアのインフラだったわけでございますが、まあ、こういった今日のご参加いただけるような皆様のですね、共同研究にもお役立ていただけるようなことも考えてまいりたいというふうに考えています。次のページお願いいたします。あと、そういったですね、皆様にお使いいただくために、来年度ですね、この気候変動予測データセット2022といったものを公表することを気象庁と文科省で今検討を進めているところでございます。まさにですね、この TCFD のですね、影響評価だとか財務リスクの評価だとか、そういったところにお使いいただくために解説書と合わせてですね、提供していくことを予定をしているところでございます。次のページお願いいたします。で、今後の展開としてですね、ちょっと私が考えていることについてご紹介をしていきたいというふうに思います。で、まあ、気候科学がですね、実際に社会実装までつながるといったところにはいくつかのハードルがあります。このようにですね、社会経済シナリオを与えまして、気候モデルに与えて、この温室効果ガスの排出シナリオというものを与えて、気候モデルからこのようなデータが出てきてまいります。予測データが出てきてまいります。
そういった予測データをですね、この影響評価モデルに入れまして、さまざまなその気候のデータ以外のデータと組み合わせて、例えば農業のデータだとか、土地のデータだとか、そういったものを入れてですね、こういった影響の評価のですね、データが出てきて、それを財務モデルで損失額とで、また利益だとかに換算をして、まあ、適用策につながっていくというふうなところになってくるわけでございますけれども、まさに今日本の現状というのはですね、この影響評価モデルから財務モデルに行き、それ適用策につなげていくというふうな、こういった領域をですね、担える企業というのはまだまだ少ないんだろうなというふうに思っております。ですので、こういった部分にですね、投資だとか共同研究をして、やはりアカデミアと一体となってですね、こういったことを担えるような企業というものを育成創出していくことが必要でありますし、またそういったものを支える基盤として、こういったデータ基盤、解析基盤といったものを社会に提供していくといったことが、国の役割として重要になってくるのかなというふうに考えているところでございます。次のページお願いいたします。で、実際にこういったことを担えるような企業というのは世界で出てきていつつあります。その数億円だとか数百億円で資金調達、大企業による買収、日本企業もですね、そういった海外企業に出資連携している例もございます。あと、ようやくですね、日本でも右下にありますけれども、気候科学を専門とする日本初のベンチャー企業がようやく創業してきたところでございますので、まあ、こういった企業や、まあ、こういった現状サービスを提供されている企業様とですね、一体となって、こういった、いわゆる社会の公共財として、こういった企業がいろいろなサービスを提供していって、各種製造業だとか、いろいろな金融業とか、そういった皆様にご活用いただけるようなインテリジェンスを提供していくような企業をですね、育てていく、育成していくということが大事というふうに考えております。そういったプロジェクトを皆様と一緒にできたらいいかなというふうに考えているところでもございます。次のページお願いいたします。で、先ほど環境省の秋山様からもご紹介がありました通り、環境省様、国立環境研究所様と一緒にですね、こういった気候変動リスク産学官ネットワークというのを設置をいたしました。まさにですね、こういった共同研究ですね、こういう気候変動データといったものを用いた共同研究などを通じてですね、そういったサービスを担えるような企業というのを育成していくようなですね、取り組みっていうのをますます充実をさせるべく、私どもも関係省庁と連携しながら努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。